やーやーやー、どうも、シャーレと申します。今回使いたいのはですね、こちらのポケモン、キュアワーちゃんでございます。私ね、キュアワーちゃんめちゃくちゃ好きででしてね、仲間大会のために結構引っ張り回したりするぐらいには好きなポケモンとなっております。でね、今回はこの可愛い顔をしたキュアワーで SV トップメタをねバッタバッタとなぎ倒したい、そう、そんな感じでやってまいりましょう。選出なんですが、初手変わるどんどんどどーんが来そうな気がしていますので、まあオーロラベールできなくてもいいから雪乃くんから出そうかな。さーて、対戦よろしくお願いします。ワイトの初手はハバタックかみ、こっちは雪の王くんでございます。さあ、雪降りますよっていうところで、まあ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 、オーロラベールからでいいかなと思います。挑発マジカルフレイム4倍弱点ですが問題ありません。そう、雪の王くんはオーラベールを貼るのが今回仕事ですのでよろしくてよ。で、まあそうですね、タスキかもしれないんで、こういうのつぶってでタスキ割っとくだけ割っておきましょう。まあ瞑想なに積まれたら、まあそうだな、絶対レード連打でもいいけど、その場合は身代わりとかもあるかな。いや、マジカルフレームがあるからな、そんなに技スペアなさそうですね。さあ、マジカルフレーム、雪の具さらば。さあ、こちらにてキューコンコンの登場です。よっこいしょ。さあ、古代活性発動し素早さ上昇ってことは控えめではなさそうだというところもありますけども、まあ置き土産でいいかな。さて、羽ばたく神は引っ込んでいって、代わりに出てくるは海竜くんでござい。こっちは置き土産で、よいしょ。さあ、攻撃ガクッと、特攻ガクッと、さよならバイバイ。そこで代わりに出すマスはこちらのキュアワーくんでございます。本日の主役。さあ、晴れてる状態でやることといえばこちら、成長でございます。この成長という技、草タイプ以外のポケモンが覚えるのはかなり珍しいです。他はね、ドンメルくんとイルミーゼだったかな。バドレックスくんも草タイプじゃないといえば草タイプじゃないけど、草タイプだからね、あやつもね、まあ、ドーブルくんは除くってところでよろしくお願いします。二連麻痺って感じでしょうけど、まあ麻痺ならばいいでしょう。成長積みましょうね。ガン積みいっときましょう。さて、アンコール、アンコール。さあ、オーロラベールはなくなってしまった。さて、電磁波ビビー。さあ、4段階、もうこれ以上積んでも意味がないんですが、アンコールにお応えして4段階成長を見せてみようかな。あ、いててててててて、てさあ、もう上がりません、残念ながらね。さあ、日差しが元に戻ってもう関係なくなっちゃった。さあ、エアスラーシドドドドドドド、よくよく考えればこれ真昼日だねえぐいことをしなさるな。まあいいでしょう、ここはドレインキッスでいきましょうね。ドレインキッス、まあ丸スケあるからね、これ耐えてるのがちょっと恐ろしいところですけど、ゴツゴツめっと痛い、命も痛い。アンコールもされてしまう。でもいいでしょう、なぜならばキュアワーは何よりも早い。そう、ご存知、キュアワーの特性ヒーリングシフトは
優先度プラス3により、まあ、新速よりも速い。つまりキュアワーのキッスは神をも超える。神より速いキッスを心に刻んでもらおうか。さあこれ誰だ。さて全然構いませんよ。ドレインキッス行きましょうか。さあチュッチュチュッチュチュッチュー。まひったって関係ないね。しびれちゃったら関係あるけど、しびれはないものとします。いや麻痺とかね、しびれないし、4分の1とか引かないしね。まあラストはオーガポンでした。まあなんかだろうなという感じました。さて型破っちゃって、もうこれポーンでパーンで飛んでいくんですけど、今回テラストで水用意しております。ドレインキス行きましょう。さあ行くぞテラスタル。あらよっと、あ違った、うちじゃなかった。さあお相手オーガポン炎ポンに変身でござい。さあ面影や特殊で、攻撃上昇。さあこちらもテラスタル。あらよっと、さあ今回は水テラスタルを持ってきましたがゆえ、オーガポンの攻撃はまあ一撃は耐えられるんじゃない。さすがに炎でぶん殴ってくると思っておるのでね。さあ半分取れたってことはこいつを耐えりゃ勝ちってところよ。さあオーガポンのツタコンボ、ポニーポニー、いやーでも大丈夫、水テラスタルありますから。さあ行くぞキュアワー君、決めろ。電光石火があっても問題ないね。ドレインキス対戦ありがとうございました。キュアワーのキッスは神をも超える、鬼だって超える。対戦ありがとうございました。かわいい、キュアワーはとってもかわいいのだ。さあ早速2戦目の方やっていきましょう。お相手は、お雪の王くん、また珍しいですね。まあ私も使ってらっしゃるんですけど、使ってるんですけど、一旦キューコンから入りましょうか。さーて対戦よろしくお願いします。お相手初手はキラフロル、こっちはキューコンコンでございます。さて日照りで光るんですが、キラフロルくんはちょっとばかし嫌だね。うん、オーバーヒートから入りましょう。オーバーヒートいきます。といやシュボボー、特攻がガグッと下がってさよならバイバイ、脱出。さあ行ってらっしゃい雪の奥、晴らしたけれど雪が降る、チラチラパワージェム、おーっとぶん殴ってきてますね。いてて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 、とても痛い、困る。うん、まあここはオーラベールでいいでしょう。もしかしたら毒菱とか打ってくれるかもしれないしね。まあそんなことはない。さあいってらっしゃいキューコンコン、よいしょ。晴れたり雪降ったり忙しいですが、まあそうだね、お気土産かな。うん、いや、さあキラフロルの攻撃がガクッと下がって、特攻もガクッと下がっちゃう。キゴくんさらば、ちょっと雪の王くんの使い方が贅沢でしたけどね。マットショット、まあ、こだわってないなということが分かりました。さあいってらっしゃいキュアワくん、ほい。まあ、ヘドロウェーブはおそらくあるんでしょうねといったところですね。まあ、成長しましょうか。ほい、成長。ジュイーン。キラースピン。おちててててて。まあ、毒ってしまいますが、まあ、多少はね、問題ないでしょう。多少はね。もう一回積んじゃおう。まあ、せっかく積み機会いただいたんでね。
何も考えてない雪の王。ほんまに考えてないか？晴れを上分けしに来たけど。さあ、残念ながら特攻と攻撃1段階3段階上昇に止まってしまいましたね。んー、ちょっと残念。まあそうだね、まあ一旦はアシストパワーでよろしいか。アシストパワー今何本になるんだ。ちょっと待って、3段階だから6段階かな。そうだね、6段階上昇の120、140点ですね。140点アシストパワー、あー微妙だな。140点だもんね。あーもう一回積みたいな。成長積んじゃいますか。チュイーン。まあオーロラベールがあるからね。オーロラベールっていう説は全然あるな。さあキュワッとマーチ。さあ成長。さあ攻撃と特攻をさらに上げて、これで4段階8に16。がちょっとしんどいので一旦ここはドレインキスで回復ですね。はい、チュッチュチュッチュチュッチュチュ。おー、ギガドレもありますか。さあ体力の奪い合い奪い合い。氷の粒手は問題ないぜ。ドレインキス。ほい、チュッチュチュッチュチュッチュー。さあゴリッと回復。そう、あのね、水テラスタルしたからね、草抜群だなーって、あのドレインキスを押してから思った。まあ、そういうことあるよね。まあ、どうせそんな攻撃ないやろって思っちゃった。さあキラルフロル君こんにちは。さあお命ちょうだい、チュイン。さあ命もギョリッと削れて、雪もやんじゃったね。さあ毒毒と玉でね、えらいガリガリ削れてるんですけど、回復もね結構してるんで、まあ、多少場持ちはします。毒毒になるとね、さすがにそうはいかないけれど。さあラストなんだというのだね、ガモシュくん。ガモシュくん、ドレインケースもギガドレインもどっちも刺さらんのですけど、アシストパワーいきます。これね、あのキワワくん素早さ素読値100で、今回控えめで CS 振ってるんで、ワンチャン抜いてるかもって感じ。相手のウルガモスが S に振っててっていうパターンだとあれですが、アシストパワードスコイ。対戦ありがとうございました。こっちの方が早かった。ナイス、素晴らしい。そう、意外とねヒーリングシフトプラス3ありますけど、スノキワワーの速さもね結構速いんですね。まあアシストパワーと成長どっちも覚えるのは結構少なめなので、うん、バドレックスとかナッシーとかそこら辺ですかね。のでキュアワー君であなたも無双してみてはいかがでしょうか。今回は以上。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。感謝感激雨あられでございます。では次回の動画でお会いしましょう。それでは。